ジャフ・カイルデッカーは、アメリカ合衆国、アリゾナ州フェニックス出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB アトランタブレーブス参加所属。A 級レイクエルシのア時代2008年の MLB ドラフト一巡滅移保でサンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。2009年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレー。シーズン後には、ベースボールアメリカが選ぶ2010年期待の 新人トップ100に選ばれた。2010年は AAQ レイクエルシノアストーム。2011年からは AAQ サンアントニオミッションズでプレーした。2012年のシーズン序盤から測定筋膜炎に5月31日には測定腱断裂に苦しんだ。2013年はトリプル AQ ツーソンパドレスで開幕を迎えた。6月12日にキャメロン・メイウィンが 故障者リスト入りしたことに伴い、メジャー初昇格を果たした。しかし、出番はなく14日に降格。6月19日に、エバース・カブレラの代わりに再昇格し、翌20日にメジャーデビュー。8月12日のコロラド・ロッキーズ戦で、ジョーリス・チャシーンからメジャー初安打となる、ソロホン・ルイを放った。オフの11月20日に、ィーフとなった。 2013年11月25日にアレックス・ディッカーソンとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2014年3月25日にトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ配属され、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級インディアナポリスでは30試合に出場し、5月11日にメジャーへ昇格した。この年は5試合に出場して5打ス無ームアンダーだった。 2015年は23試合に出場し、1試合は投手として当板を果たした。オフの12月5日に FA となった。2016年1月22日にタンパベーレーズとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級ダーラムブルズで迎え、6月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月29日にリーフとなり、 7月1日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ダーラムへ配属された。9月16日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は19試合に出場し、打率15。154.1打点を記録。また、メジャー初盗塁を決めた。守備では、右翼手を13試合、左翼手を3試合、中堅手を2試合で守り、無失策ながら、 DRS は2だった。10月7日に再び40人、枠外、9日に FA となった。2016年11月22日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は、参加の AA、A、級ナッシュビルサウンズで開幕を迎えたが、4月15日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月9日にリーフとなり、13日にトリプル A 級ナッシュビルへ配属された、10月2日に FA となった。2017年12月1日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、開幕はトリプル A 級グーイネットストライパーズで迎えた。 ありがとうございます。